皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。プッシュです。さて今回は競馬場訪問でも何でもありません。どこだここは。我が心のふるさと茅島駅です。どこだよ。地元です。もはやそれふるさとなんよ。大阪府の北側、大阪府寝屋川市です。あー治安悪いところだ。殺人事件が多いわよね。事実陳列罪やめろや。いざ住んでみるとそこまでなんすよ。いやこの街も随分と変わりましてね。なんか始まったぞ。あと懐かしい感じを煽るメロディーやめろ。今のうちに記録に残そうと思いまして来たわけですよ。ただの帰省ついでに寄っただけだろが、何か名所でもあるのか。ある意味名所があります。ある意味くっそボロボロなアーケード商店街です。失礼な物言いだな。そのうちなくなるんじゃないかと思いましてね来たわけですよ。ただの帰省ついでに寄っただけだろが、あれループしてる。てなわけで駅前のアーケードをブラブラしてました。こちらのお店のチーズケーキはめちゃくちゃうまいですよ。リクロおじさんっぽいやつね。この店もわしがクソガキの頃からありましたからかなり長いですよ。オンラインショップをやっていることに気づいたのでこの動画を作ってよかったです。昔ワンホール食いましたから。ガキが舐めてると潰すぞ。そしてこちらの和菓子屋さん、団子、もなか、どれをとっても絶品です。おかんがばあちゃん家行くときによく買ってましたわ。会社の奴らにお土産として買うのはもったいないくらいうまいので家で食ってます。くさ。この辺りは普通の住宅街なので抜けていきます。そして住宅街をブラブラしてると現れるのがこちらです。京阪トップ商店街です。ほほう、これがあの噂の。いや話し合わせなくていいっすよ。ここが思い出の商店街か。この辺よく来てたのか。来てましたよ。昔はもっと盛り上がってたんですよ。今は入り口の八百屋さん、化粧品屋さんとかしかないですけどね。去年も来てその時撮った写真はこんな感じです。逆に名所になるんじゃないかこれは。でしょ。ブラブラしてみましょう。にしてもこの色あせた万国旗がたまらんな。なんかよくわからん国旗があるんですよね。調べたらパナマでした。チョイスが謎だな。そして火が入る開放感のある演出、物は異様だな。この辺にはちっちゃいゲーセンがありました。ストリートファイターのミニゲームに興じてましたよ。ここでギャンブル脳が育まれたと。親不孝な奴に育っちまったよ。たく、これがお店の一覧です。これは前行った時の写真よね。うん、お店減ってますね。これも時代の流れってやつか。にしても鮮魚店、あったっけ。シャッターだらけで何が何やら、本当に賑わってたのかよ。本当ですよ、おもちゃ屋や焼き芋屋さん、ゲームセンターに服屋に花屋に肉屋もありましたから。ここは真ん中から二手に分かれております。ここは全部シャッター街になっております。天井も抜けとるがな。隣にはこれも昔からやってるスーパーがあります。持ちつ持たれつな関係だったんですが、時の流れでネットで買い物したり、大日や市場なわてにイオンができましたから商店街は苦しいですわな。寝屋川市駅の商店街も人少なくなってきてるらしいです。時の流れってやつかしらね。ここももう老朽化がひどいですから一体どうなることか。正直この辺は再開発してもあんまり効果がなさそうな気がします。駅地下ですが道は狭いですからね。さすが地元民。これはリカーショップですね。初めて見ました。看板は新しい感じだわね。ここは肉屋さんがありました。おかんとよく来ましたよ。というわけで京阪トップ商店街でした。マリサさん一言どうぞ。エモい、それだけだ。まだまだ粘ってほしい商店街だな。以上、マリサさんでした。なんだこれ。まあ、興味ある人は早めに行くのをおすすめしたいわね。ほんそれ。さて駅に戻りましょう。さっきは駅の東側を回りましたが西側に行ってみましょう。ここはさっき言ってたスーパーね。この辺は昔ながらのお店も多いわね。通ってた木村しかもあります。知るか。駅前にはケーキ屋と山本くんがやってる洋食屋があります。まさかの知り合いだった。
前にはクソガキの頃からあるモスバーガーがあります。突然ですがマクドナルドで使われてるレタスの話をしてもいいですか？それマクドの店内で流れる宣伝や。スッと来たらコメント欄へ。そして右手には茅島駅が見えます。あれか？気が突き抜けてる駅だよな。そうそう、結構有名ですよ。スノキがホームをぶち抜いてますからね。昔ながらの喫茶店は健在です。来たことはないのですがピザトーストとプリンが有名らしいです。次回来店決定。おお、あれがクスノキの木か。本当にぶち抜いてるわね。茅島神社が駅の下にあります。ご神木となってるんですよ。これが清流寝屋川です。かつては日本一汚い川とも呼ばれていました。草、大阪では有名な河川になります。これが茅島神社ね。菅原道真公が祀られてるそうです。調べるとわかることも多いわよね。この辺にはゲームショップワンパク小僧もありました。ガキが、舐めてると潰すぞ。この通りは飲食店が多いです。駅の出口のすぐだもんな。なんか帰ってくるたびにお店が変わってる気がするんすよね。覚えてないだけだろ。これは、うどん屋さん。寝屋川名物ツーツーうどんです。昔ながらって感じね。帰ったら必ず寄っていくノスタルジーを感じさせるお店です。東京の念に駆られるってやつか。意味わかって使ってる？そしてこちらにはたこ焼き屋さん。こちらのたこ焼き屋さんは安いです。8個300円になります。最近値上げしたのでその前は8個250円でした。ちなみに向かいにもたこ焼き屋さんがあります。そちらは味の種類も豊富。どちらを選ぶかはな。黙れ。個人的にはたこ焼きの値段の基準が8個250円から300円です。さすが本場の安さだな。銀だこ見たら泡吹いて倒れそう。実際銀だこはあんまり食べたことがないです。この辺はパチ屋と100均があります。今度は反対側に来ました。和菓子屋さんらしきものがあったな。この辺は飲み屋もありますね。行ったことがないですが。全体的に年季の入ったお店が多いわね。まあ風情ってやつで、道のボロさも風情でよろしく。確かにゴツゴツしているわね。まあ細かいことは気にしてられませんから。そして高架下に戻ります。最後は飯にしましょう。飯か？ツーツーうどんです。さっきのうどん屋さんね。寝屋川のソウルフードだな。このティーサロンは行ったことないですね。ちなみに茅島駅の周りには喫茶店が4軒ありますね。結構喫茶店が多いわね。さてうどんタイムです。おっちゃんが吸い込まれるように入っていったぞ。おっしゃーん。さて入店です。メニューはこんな感じね。かけうどんは300円か。お手頃価格ね。肉トッピングが160円なのも良心的です。ご飯類もおすすめです。おっちゃんがよく頼んでいます。中は昔ながらの店内です。ソフト麺なんだな。姫路で有名な駅そばスタイルでもいただけるそうです。今回はきつねうどんにしました。ファイターズガール。やっぱ安定のきつねうどんよな。11月と寒かったのでちょうどいいです。いただきます。味は想像通りの優しいお味。関西風の甘みのある出汁がたまらないわね。きつねもハッハッ言いながら食べます。スープは当然飲み干すぜ。ごちそうさまでした。というわけで我がふるさと編、終了です。完全に自己満足な動画だったな。ジジイになった時に見返したかったので作ってみました。この街もまた姿を変えていくでしょう。のぼりとのように。いい方向か悪い方向かはわからんがな。普段はゲーム実況をしています。たまに外に出るぞ。チャンネル登録と高評価もお願いします。それでは皆様。ご視聴ありがとうございました。